もえもえキュンキュンビー

エミュール様エミュール様おけがはありませんか、うん、お前たち。無事か今の使用人ヒギで、除霊はできているはずだがこれでいつものエミュール様に戻って、自分をボコボコにした私たちに、 文句の一つでも言い始めるはず。何か苦労をかけたようだな。まずはお前たちの中心を褒めて使わす。な、言わない何の話だとにかく、何か俺が迷惑をかけたのなら、素直に話してみろ。王として、その全てを受け止めよう。 ひどくないだめをしておる。我らではつきものを落とせぬのかそんないや諦めるのはまだ早い一度でダメならば、二度、三度と除霊を試みるまでお化けよエミュール様から出ていくがよいカーッツ かポロって、えー、っと、これは…ご本タイトルは、部下に慕われる百の格言、目指せカリスマ統治者。なんですかこれうわお、俺様のネタ帳が、お前ら、見たなうえ、ね、ネタ帳 よく見たら机の上に載っている本もみんなそれっぽい啓発本ですね幽霊を呼び出す魔道書ではなかったのか確かにこれには君主名言セレクションとあるやめろ見るな見るな読み上げるな俺様の輝いな作戦が台無しになるだろうが 華麗な作戦それは一体何ですかな、ね、エミュール様。ああ <laughs> もう聞くなよ見りゃわかるだろ名言を覚えてもっとメイクになっちゃうぞ作戦だよ名言を覚えてもっとメイクになっちゃうぞ作戦。そうだよ文句あるか 最近、政治を民に任せたりなんだりしたら、帝都の評判も俺の評判もうなぎ登りで。部下どもがみんな褒めすやすからさ、慕われて気分もいいし、もっといいとこ見せてやりたいなと思って。それで、一年発起して勉強してたんだよこの俺様が偉いだろ偉いとは思いますが。 すがすがしいほどエミュール様らしい動機で、私、今感動しています。そうだろ感動しただろ毎晩夜更かしして夜明けまで勉強に打ち込んだくらいだからな打ち込んだ先が、格言の丸暗記とは、いささかずれておるがな。ともかく、 地下室にこもって5本を読んでいたのはエミュールさんが自分で決めたことだったんですねそのようですねあの怪しい呪文は啓発本の音読別人のようなメイクンオーラは本から丸パクリした演技部下を追い払ったのもおそらく努力の最中を見られたくないとかそんな理由でしょうちなみに芸術たちはなぜ けけだど、そういうのすると勉強がうまくいくって言うだろう、うんそういうげ説もあるかそっかじゃあエミュールさんに取り付いて苦しめていたものなんてなかったんですねよかったあれ じゃあ、ここのお化けさんたちって何はお化けお友達はい、お友達だって言ってますけど <laughs> なんだよ、何もいないじゃないか 子供だからって変な嘘つくなよお友達お友達いえいますぞ今もエミュール様を取り囲んでおりますがえパーティーパーティーお友達と一緒にパーティーえ 見る限り、ご友人であるエミュール様とパーティーをするのだと主張しているようですが。は、はぁ、あ、なわけあるかお、お化けなんているわけないだろうがナッセンスだいいな、目に見えない者はいないんだよいないって言ったら、いなーいそ、そんな 見うるよ。本当にあやつらが見えておらぬのか。見えるも何もお化けなんていないんだよ。いないいないいない。す <laughs> まぬな。霊たちよ。この者にはとんと霊感がないらしい。 エミュール、地下室ずっといてくれるから嬉しかった。エネルギーいっぱいもらっても怒らないし、優しいお友達だと思ってた。でも違った。見えないからいただけ。持って遊ばれた。パーティー、解散する。 ああおばけさんたちみんな消えてっちゃったエミュール様に否定された悲しみがよほど深かったのでしょう泣かせてしまいましたね俺が悪いみたいに言うじゃないともあれこれでおおよその謎は解けたな。 エミュールが勉学に励むため利用した地下室は、幽霊どもの住処だった。奴らはエミュールから正気を吸い取りつつ、勢力を拡大。室長に取りつく。その結果、我らが来るまで誰も霊退治ができず。 こんにちにいたった。はい。とにかく、エミュールさんの無事が分かってよかったです。ヒヒヒ、ミッション達成ですね。ええ。これで正常へ帰れます。皆さん、お疲れ様でした。 お待ちください。今、帰ると言われましたかなえあ、はい。私たちもともと、エミアラさんの様子を見にちょっと来ただけですから。これ以上、この屋敷に用はない。あとは帰るまでだ。とんでもない キデンラの使用人適性はここ十年でピカイチ、文句なしの逸材カエルなどとんでもない。やっと見つけた優秀な使用人です。エミュール様のお世話を万全にするためにも逃しはしませんぞ。うえー、そんな困ります。私合唱団の公演もあって。 シシュュ俺様今、もっとメイクになっちゃうぞ作戦が失敗して落ち込んでるんだ。あらぬ疑いもかけられたしな少しは悪いと思って埋め合わせしていけ確保しろ失礼状仰せのままに、お覚悟をの、なんだ、あのオーラは あれは、使用人極義真に優秀な使用人が、主のために力を解き放った姿あれを喰らったら、逃げることは難しいでしょうね。ねえええど、どどどどうしましょうピアチェ様、ゾディアーク様、私からお二人へ、最後の悲儀をお教えします。うん。 まだ策があるのか。ええ。お屋敷に勤める上で、絶対に必要な秘技です。それは、主人のスキャンダルを見て見ぬふりする察子力、そして万一見てしまった際の、逃げ足です。ええと、つまり、私たちは今どうしたら 三十六系逃げるにしかず。今までの使用人修行で培った全てを放出し、逃げるのです。ではお二人とも、逃げますよ逃がさん全てはエミュール様のお心のままに、はあ、こうなったらやるしかありません行きますゾディアークさんも早く うん。しかし、逃げるもまた仕事とは、使用人とは奥が深い。私はまだ、長い使用人道を走り始めたばかりのようだ。 皇帝エミール様の力を思い知れさあ、勝利の栄光は目の前ですわえ、イ、夫の敵と思って挑んだプレッディとドミニオ屈するには早いですわシンシアプレイズはクーラスワローズ

ファストトペネトレーションだブラックブライドカラミティスワローズズガガードー,ー、えー、俺様に続け、えー、ファストトペネトレーションワローズガードくーえーまだだ私を見くびるな

レクイエムフォーーーーこれででを追いいするには早いですわっっおいでなさいケットニャーおまかせにニャフ <laughs> これにてチェックメイトですわ。